リロイ・ハリルボ・ハリリタは、ザイール・キンシャサ出身のイングランド人、サッカー選手、ナニートン・バラ FC 所属。ポジションは FW。チェルシー FC の下部組織出身で、18歳当時の2002年に、ディビジョン2のブリストルシティ FC で、プロデビューを果たす。2004から05シーズンには、リーグ1で24得点を記録し、クラブの年間最優秀選手に選出された。 2005年7月14日、チャンピオンシップのレディング FC へ移籍。移籍金は、クラブレコードとなる100万ポンドで、スティーブ・コッペル率いるクラブと3年契約を締結する。2005から06シーズンで、リーグ戦11得点を挙げ、イングランド史上最高値点106獲得及び、クラブ史上初のプレミアリーグ昇格に寄与。初のトップディビジョンでのプレーとなった2006から07。 シーズンは公式戦合計37試合12得点を記録しクラブの一部残留に貢献する。翌シーズンは開幕前の負傷もありリーグ戦14試合1得点に止まる中、2008年3月5日にチャールトンアスレティック FCA4 週間の期限付き移籍となり、同月末にローン期間が延長される。4月21日に 残留争いを繰り広げるレディングへ呼び戻されるが、クラブはリーグ18位に終わりチャンピオンシップへ降格する。2008年10月1日、ノリジシティ FC へ1ヶ月の期限付き移籍。同月21日のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦で、ハットトリックを記録し後から2での勝利に貢献するなど、12試合出場6得点を記録する。 12月にはローンが延長され年末までキャローロードでプレーした。2008から09シーズン限りで契約満了によりマデースキースタジアムを去る。2009年8月3日、ミドルズブラ FC へ3年契約で加入。2010から11シーズンにはチャンピオンシップで38試合出場12得点を記録する。2011年8月3日、プレミアリーグへ昇格する。 スウォンジーシティ a f c へ移籍金1.75万ポンドの3年契約で加入。自身2度目のプレミア挑戦となったが、ブレンダン・ロジャーズ監督の下で16試合出場に得点に止まる。2012年2月にはメイフェアで騒ぎを起こしたことで逮捕され、サポーターに謝罪した。同年5月にミカエル・ラウドルップが新監督に就任すると戦力外となり、 2012年9月6日にバーミンガムシティ FC へ3ヶ月の期限付き移籍となる。翌年1月25日からはシェフィールドウェンズで FC でシーズン終了までプレーした。2013年10月16日、レオナルド・ジョアが負傷離脱していたブライトンホーブ・アルビオン FC へ年末までローンとなった。2013から14シーズン限りで リバーティスタジアムを去ると、イプスウィッチタウン FC のトライアルを受けるが契約には至らなかった。2014年8月9日、フリートランスファーで、バーンズリー FC と1年契約を締結した。2015年3月3日、ノッツカウンティ FC へ、シーズン終了まで期限付き移籍。同年9月14日、ギリシャ2部の英王派に会い加入する。2016年3月5日、 シーズン終了までの契約でリーグ2のヨービルタウン FC へ移籍した。2015から16シーズン限りでクラブを退団し、フリーとなっていたが、2017年1月8日に、タイリーグのシーサ系と FC に加入することが発表された。9月15日、数ヶ月にわたる給与未払いを理由にクラブを退団した。2018年9月9日、 イスミアンリーグプレミアディビジョンのマーゲート FC と契約した。2019年8月3日、プロキャリアから引退することを表明した。2019年11月9日、ナショナルリーグサウスのチェルムスフォードシティ FC と短期契約を締結。翌年5月8日にクラブを去る。2020年5月22日、サザンフットボールリーグのナニートン、バラ FC へ加入した。 レディングでの活躍を受け U-21、イングランド代表に招集される。2005年2月8日の U-21、オランダ戦で65分に、ジャスティン・ホイトとの交代でデビューし、試合終了間際に初ゴールを挙げる。2006年2月28日、U-21 ノルウェー戦で、デイビッド・ニュージェントに代わり投入され1年ぶりにプレー。 2007年2月6日の U-21 スペイン戦でジェームズ・ミルナーとの交代で出場すると79分に同点弾を上げ2から2のドローに持ち込んだ UEFAU-21 欧州選手権2007のメンバーに選出される U-21 チェコとのグループリーグ初戦で PK を失敗しスコアレスドローに終わるが以降は3試合連続ゴールを記録 UEFA が選定する同大会ベストチームの一員となった。ありがとうございます。